はい、皆さんどうもテントモです。それでは今回なんですけども、ガシャ引いていきたいと思います。最初のチュートリアル以来のガシャチャレンジとなります。今回僕はねリセマラは全くやっていないので、CBT はね最初からリセマラする気はなかったというか、リセマラが頭になかったというか、なので完全に2回目の、チャレンジで、このプラチナを消費していくガシャは今回が初めて、3000溜まりましたので2回引けます。1500で10連1回なので2回ということで、このねガンダムピックアップガシャ、これに挑んでいきたいと思います。さあ今回単発ではなくて10連でね、さあ10連死になるか、いきましょう。ということで非常に寂しいこの辺にねリリースされたらもうちょっとね何か出るんでしょうね。毎日1回無料ガシャとか有志エンゲージみたいにあるのかな、あってほしいですね。その辺も要望に書きたいと思います。はい、ということで、そう僕ねチュートリアル10連で、まあ、星3のフェニックスガンダム能力解放で非常に喜んでいたんですけど、イージスガンダムとか、ただ最高レアリティは星4ということで、このガンダムね、このガンダムが当たり期待。あとはねガンダムがピックアップ、星4のピックアップはガンダムで、星3のピックアップがフェニックスガンダム能力解放で、この下の方は当たりました。で他にも星4が紛れていてね、ピックアップ対象のユニットは確率が上がってる感じで、提供割合ね、星 4.3%、 これは最初の有志エンゲージの提供割合と同じで、有志エンゲージは今 4.5% に上がったので半年ぐらい経ってね、なのでまあどうなるのかな、最初から 4.5% の 1.5% にしてもらいたいとこですけども、その辺もね要望で言っていきたいと思います。はい、ということで星4機体が 1,2,3,4,5 体紛れていて、でガンダムが一番当たりやすくて 1% で、ガンダムアストレイ、ゴールドフレーム、アマツミナ 0.5%、 ハルファスベーゼ、ハルバード 0.5%、 バルバトス、ガンダムバルバトスじゃなくて、GJN オリジナルのバルバトス 0.5%、 サイコハロ 0.5% と、なっておりまして、はい、まあどれでも星4来るならどれでもいいんですけども、ガンダムピックアップだけど、なんかねバルバトスとかこの辺の方が、というかガンダム以外の方がなんか強い気がするんですよね。オレンジさんがサイコハルを当ててらっしゃったみたいですね。ということで、まあバルバトス狙いでいきましょうか。で他の星3機体、あ星3機体結構ありますね。星3はほとんど持ってない。ギャン、エルメス、あエルメスも使えるんですね。ガンダム2号機前期型、あー MS 戦闘演出ので、 G3 ガンダム、ストライクガンダム、デュエルガンダム、ここまで全部持ってなくて、バスターガンダム当たって、ブリッツガンダムなくて、イージスガンダム当たって、クラミティガンダム、ホビドゥンガンダム、ハロ、ハルファスガンダム、シスクード、あーシスクードいないがなくて、フェニックスガンダム能力解放が当たって、レーダーガンダム、ストライクルージュ持ってないって感じで、はい、星3は現状3体ですね。で確率はフェニックスピックアップ 1.5%、 他が 0.844% で、右の確率は確定枠ですね、確定枠10番目、星3以上が1体確定で、星4は同じだけど、星3が 5.688% に上がっていて、フェニックス 6% に上がってる感じですね。はい。で、星2、こういう感じでガーッと。星1が出てこなかったんですけど、あ、星1がないんだ。なるほど。逆に星1貴重ですね。ということで。はい。それでは、これなんだ、切り替えられる、なんだこれは、なんだこれは、なんだこれは。はい、ということで引いていきましょうか。多分もうこのプラチナ3000使ったら、いろんなあらゆるステージをクリアしても3000
まで貯めることはもうできないんじゃないかな。1500貯めることできるのかなっていう、最初にして最後の CBT ガシャチャレンジになるかもしれません。はい。まあまだクリアしてないステージは結構あるとは思うんですけど、また弾けるといいですね。最終日までに。はい。それでは、行きましょう。で、お願いします。セーラマス。行きます。おお、もう弾いたのかと思った。はい。では行きましょう。プラチナを1500個使用してピックアップガシャを実際行います。いやー、どうかな。では、頼むよ。星4。星4使ってみたい。今んとこ星3しかないので。来てくれ、バルバドス。それでは僕のガシャといえばこのセリフっていうのをね、ジジェルでも言っていきましょう。今回はね、デュラメスとかケルディムも入っていると思うので、正式リリース後にはね。はい、では10連目狙い撃つぜ。どうだ、星4の演出はなんか違うのか。どこかで、あ、コンテナ撃ち抜くところがちょっと違うのかな。あ、で、ここで押して、ね、先に進める。ちょっとここで一休憩、ね、一休みできますね。はい。では、行くよ。どうだ、はい、コンテナ振ってきて、色変わる？これ渋いんじゃない？これ渋いんじゃない？渋いんじゃない？コンテナ特になんか光ってるものとかなかったよ。大丈夫？途中でなんか昇格演出あるの？はい。ニュー、星2、ゲルググ、サンダーボルト版。あー、これは、あれか、MS 戦闘演出であったやつか。はい。かっこいいね。おー、イージス。でもこれは、G ジェネは特に重ねていくって感じではなくて、普通にイージスを並べていくっていう、そんな感じですよね。うん。イージスに好かれてますね。イージスめっちゃかっこいい。はい。今、存分に使っております。バスタ。同じの、来すぎ。やめて。バスタはいいよ。うん。かぶりがひどい。もうやり直し効かないのに。これ今アプリ落としてもね、戻れないのにね。嫌だね。こんな世界、俺は嫌だね。赤い来た。かわいい。ちょっと怖い。そして、お、105ダッガー。ね、これも MS 戦闘演出の。星4ない星4ないというか、星3も新規がない。デュエルダガー。星2はね、デュエルダガーなかなかかっこいい。なんか、バスターダガーとかデュエルダガーとかかっこいいですね。ダガーがつくの。うん。あ、シグアサルトまた来た。3体目ですね。なんか同じ機体来すぎでしょう。星3はせめてなんか別の機体であって、ブラウブロ。お、今、ガンダムウォーズで新登場で、MA 新登場で来ております。ブラウブロ。A しか言ってない。マジか。スカイグラスパーとかいらんよ。嘘でしょ。あー、一応星3レーダーガンダム。一番最後ね。一番最後の確定枠。まあ一応レーダーガン、まあでもレーダーガンダム僕そんなに好きっていうわけでもない。まあ星3だから使うかなっていう。まあシードが多いですね、本当に。まだシードステージやってないんですけど。マジか。これはね、運営さん、ね、星4引けてる人もね、いらっしゃいますけど、まあやっぱりね、もう最初から、リリース初期からね、確率 4.5% の 1.5% スタートでいってもいいんじゃないでしょうか。まあそんなに、ガシャの影響がね、他のガンダムゲームほどないとは思うんですけどね、開発生産とか。だからかな。でもね、最初から 3% と 4.5% はかなり、4.5% でも当たらないとき本当当たらないからね。
ここはちょっと 4% ね、 4% ピックアップ 1% でいいから、せめて 4% 41でもいいんじゃない、どうですかね。はい。ということで、これどうしよう、一回戻るか、戻ってどうしようかな。トルネードガンダム触っておこう。トルネードガンダム、おい、マイページに戻れないよ、マイページに戻れないよ。え、嘘でしょ。これバグやん。これもうガシャ、これ結局アプリ落とさないと。え、ガレージ行ける？あ、ガレージは行ける。ガレージに行ったらマイページに戻れるんだ。なんだそのテクニカルな。はい、じゃあトルネードガンダムをちょっとトルネードチャージしておこう。あ、違う、待った、トルネードよりもね、一番いい機体フェニックスガンダムにして、これで触って、お触りして、よし、チャージ完了、行きましょう、リベンジ。星4来てくれ。 G ジェネ CBT ガシャ運良くないのか。まあ星3でも全然楽しめてるからいいんですけど、そんな星4が重要っていうわけでも多分ないとね、どうせ1週間の命ですしね、このゲーム。はい、マジで来てくれ、星4の演出が見たいんだ。さあ行きましょう、20連目。単発は、あ、単発もいけるんだ。単発やる？単発、あ、単発だと星さんの確定枠がなくなるのか。ちょっと怖いですね。いや、でもなんか、単発で、よし、単発試していこう。まだ単発試してる人、そんないないんじゃない？みんな10連引いてるんじゃない？ここで単発心をね、発揮していくことができるか、やっていきましょう。確定枠ないのちょっと厳しいけど、まあいいや、星さん当ててみせる、星さん以上当ててみせる。それでは11連目狙い撃つぜ。さあ単発で本領発揮なるか。単発はちょっと時間はかかりますけども、単発の演出はまあ同じだよね。ここが人、お、どう、どう、お、どう。星2だった、星2だった、ゾノ。まあいいや、ニュー、未所持を当てていこう。とにかく未所持を揃えていこう、単発でね、単発で未所持を揃えていく戦い。それでは12連目狙い撃つぜ。さあ単発の方が効きがいいと信じていきましょう、頼むガンダム、戦開始。毎回ガンダムなのか、あれね、なんか違う機体に変わってもどうだ、これ普通ガンキャノン、ああでもまあ未所持だからサンダーボルト版のガンキャノン。はい、では13連目来てくれ、星3以上狙い撃つぜ。なんか演出、この辺ももうちょっとね、この辺からなんか違う機体を登場させてもいいんじゃないのかなと思ったり。どう、これは、お、星3来たかな、もしかして星3何パーセントだっけ。おお、やった、ブリッツガンダム、これはいい、かっこいい、ブリッツは好きです。よしよしよし、じゃああとはデュエルガンダム揃えたらいいのか。デュエルガンダム、違う、まだいる、まだいるか。まあ、デュエルガンダムか、そうだね。はい。よし、単発でも悪くないぞ。はい。では、14連目。星4来てくれ。狙い撃つぜ。まあ、慣れてくるともうちょっとなんか演出考えてほしいなって思っちゃったりね。なんかこれ来そう。ああ、未所持。
ガンダムストレイ、グリーンフレーム。グリーンフレームあんまり知らない。オノサカガンダムが欲しい。はい。では、15連目、残り半分、行きましょう。狙い撃つぜ！ね、たまに違う機体も見たいですね。当たり確定の機体とか、ユニコーンみたいな。正式リリースの時は変わるのかな？なんか変わらん気がする。わあ、また来た、ブラブロー。未生児、未生児がいいな。はい、では、後半戦。16連目。狙い撃つぜ！だいぶ慣れてきましたね。最初こそ新鮮でしたけど。さあ。色変わってくれ。星4になってくれないか。星2かな。おー、トルネードかっこいいけど、もう持ってるからな。では、17連目。狙い撃つぜ！さあ。さあさあさあ。せめて星3もう一体ぐらい。いやー、星2か、確定枠がやっぱり。また来たよー。ちょっと戻って残り、残り3連。星3って何パーセントなんでしょう。あ、15% か。15% ぐらい欲しいですね。はい。それでは、残り3連いきます。18連目。狙い撃つぜ！なんかね、変わってほしいですね、演出。この辺もね、期待しておりますよ。正式リリース版。どうだ。お、うんうん、変わってないか。シグー、また、4体目か。同じの来すぎだね。はい。くそー。19連目。いきます。狙い撃つぜ！ブリッツだけで終わるのか。やはり10連の方がね、こういう時は10連素直に引いておいた方が。星3、お、来た、星3来た。星4なる？星、おー、ストライクガン、お、揃った。いや、揃ってない。デュエルガンダムがまだだった。ストライクガンダム、主人公機ゲットでございます。なんかシードばっかだね、本当に。まあ、シード、ね、嫌いじゃないけど、ね、好きだけど。星さん。じゃあ、残りデュエルガンダムを、最後、引けたら、なんか、しっくりきます。はい。星4使ってみたかったな、CBT で。まだ可能性はあるか。はい。それでは、20連目。狙い撃つぜ！まあ、10連の方が、まあ一応さっきね、一つ多く引けてる感じですね。これが 3% だ。3% のガシャだ。お、来た？星3。同じか。単発も11連もよし！ストライクルージュゲット！なんかストライク系の星3機体はほぼほぼ揃いました。はい、ということで、てかシードしかいないのか。はい、やったやった、よかったよかった。まあ星33体なら最低限かな、最低限ね。星4欲しかったくー。ということで、はい、まあでも星3機体増えたので、また新しい演出が見れるので、それは嬉しいです。はい、まあね、開発生産でまた使える機体は増えると思いますし、ガシャもう一回引けるかな、溜まるかな。全部ステージクリアしたらまだ結構プラチナもらえるんですかね。はい、ということで、
今回は星4ゲットならずというね、ちょっと残念な結果でしたけども、まあ星3、3体取れたので、まあそんなに悪すぎるっていうわけでもないのかな。はい、ではまた動画出しますので、チェックの方よろしくお願いいたします。ってことで今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジェネレーション。